彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。来航を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。